いろんな事業飲み屋ね、命っていう内臓やられるなと思ってなんかプランとかありました？全くなかった。やってる時は夢中でやりたかったんで、引退した時には何にもなかったですよ。で、何しようかなっていう。いいの？豪快に、はい、豪快に飲んだ。もちろんミケタを使ったことあるけど、もう毎晩飲むんですか？いや、毎晩はやっぱりミケタ毎晩はきついよ。まあ、コンドーム持ってんのないんで、コンドームはちゃんと持っとけよ。そういうことも言って平気で言ってきてるし、だからそういうところでこうなんていうの、こう気取らないように、はい、壁を作らないようにはしてきたつもり、はい、これ親父がサッカーやってるとさ、どうしても厳しくなんない？そうなんですよ、めちゃくちゃ、ね、僕は違う学年を教えてるんで、息子の試合はあんまり見に行ったりしないんですけど、やっぱ見てるとすんごい言っちゃいますね。言うでしょ、はい、俺も最初言ってたんだよね、わからないけど、はい、だけど一回親父同士でチームを組んで、はい、試合をやったことがある、はい、で子供がやってるポジションをやろうっつって、はい、でうちの息子たちはフォワードだったから、はい、俺フォワードで、はい、だけどあれボール1個ずれただけでボール蹴れないもんね、はい、シュート打てないもんね、打てないですね。だからそれを俺打てって言ってたんだなと思って、はい、それからやめた。技術的なことを言う、でもプロという、まあ、マインドがあって、はい、それは伝えていったけど、はい、まあ、例えば寝ない時とか、はい、遊びに夢中になってて寝ないとか、はい、でもプロってそういうことじゃないよねって、はい、お前たちプロになりたいんだろうって、もう早々からプロになりたいって言ってたから、はい、じゃあお前今寝なきゃいけないんじゃないの、はい、体調整えなきゃいけないんじゃないの、はい、それがプロの仕事だろうってそういうことは言ってた、はい、でマークがついて今日は点が取れなかった、いやマークついたから取れないのって、そんなレベルじゃプロいけないよと、まあ、そういうことは言ったけど、はい、技術的なことはもう全く言えなくなった、うん、だってボール1個シュートって言ってたのが言えなくなって、それでちょっと落ち込んでさ4人で風呂入ったんだけど、はい、息子たちが背中流しながらサッカー難しいでしょ言って言われたかった結構難しいでしょ難しいなとか言だからまあそういうことからあんまりやらなくなった、言わなくなったけどね。なんでサッカー、うん、あのね、野球もやってたの。あ、そうなんですか、うん、併用でやってたんだけど、まあ、どうしてもなんか、まあ、サッカーの方が足が速かったし、子供たちがやっぱり遺伝子が、まあ、遺伝子かどうか分かんないけど、はい、で子供って団子で、ボールがルーズになって誰が一番最初に行くかじゃない、はい、それが一番最初に行ける、はい、またそれが得意げになってて、はい、で野球って難しいんだよね、それと素質がない、だからまあどっち選んでもよかったんだけど、はい、子どもの選択肢で任せてたから、はい、でもやっぱり子どもって得意な方に行くんだなと思って、だから長男次男は、まあ、サッカーに行って、でも三男が野球が抜群にうまかった。でも兄貴が二人いるとどうしてもサッカーに引っ張られるじゃない、で俺もサッカーやりたいでサッカーでも時々バッティングセンター連れてってとか言うから連れてったらパカパカ打つわけ、右も左も、はい、でお前なんで両方で打ってんのって、いや両方で打った方が得じゃんみたいな、そこまで考えてんだと思って、でバカバカバカ打って家に帰ってきて、なんか一人でこうやって上向いて考えてんの、へそ天で、お前何考えてんのって言ったら、いやどうやったらもうちょっと打てるかなって、いやいやお前サッカーやってんだろってもう野球は遊びだろみたいな、まあでも野球がうまかったね三男坊、サッカーが一番下手だったのにさ、サッカー行っちゃって苦労してるんで、なんか俺しか喋ってないなんかもう完全に聞いてしまいましたね。あ、そう、はい、うん、なんか質問があればどんどん。そうですね、まあ、今後どうなっていかれるんですか？俺？はい、まあ、夢っていうこと？はい、うどん屋やろうかなラーメンではなくてうどん、ラーメンではなくてうどん、うどんが好きなんだよね、うどん屋をなんかちょっと考えてもいいかなって思い始めてる。それと移住。移住ですか？うん、だから都会でいる意味ってあんのかなって、はい、やっぱ便利じゃないですか。いやなんか田舎でも全然仕事なんてあるなと思って、だって危険なところにいる必要もないなみたいな、だからなんか移住をちょっと考えたりだとか。移住ですか、うん、うどん屋で移住。うどん屋で移住、あとコミュニティもやりたいんだけどさ、はい、ちょっと難しいかなっ
ていうふうに。いや全然できるんじゃないですか。今やっぱりね、みんなやっぱりオンラインが多すぎて、うん、ちょっとやっぱ集まりたいみたいな人がやっぱ多いと思うんですよ。まあそうだよね、はい、始めるのはいいけどさ、はい、やめるときは難しいのかなと。そうですね。いやだから、まあ、商売をやられてるわけじゃない、はい、で起業するときに辞めることを考えた、辞めるときのことまで。いや考えてないですね。でもね、これはいろんな人から話聞いたけど、起業するときは閉めるときのこともまで考えて起業すると失敗しないって言ってた。うん、それはね、やっぱ立つ鳥跡を濁さずで、言葉があるように、はい、やっぱ辞めるとき閉めるときにどういう閉め方をするか、はい、っていうことまで考えといた方が、うん、あとは区切りをつけた方がいい。なんか偉そうに俺は言ってる。俺が飲み屋を閉める区切りもへったくれもなかったから強引にシャッター下ろしたって感じなんだけど、だけど、はい、だけど俺もやるときには閉めるときのことを考えてなかった、はい、だからそれによって傷ついた人もいるし、はい、なんか困った人もいるだろうから、はい、でも閉めるときのことを考えてやった方がいいっていうね。全然考えてなかったですね僕も、うんうん、なんかもうとりあえず走り抜けようかな。まあそうだよね、はい、勢いがあるからね。そうですね、うん、でもそういう硬派な仕事っていうのは、はい、それはいらないのかもわからないけどね、うん、それはもうちゃんとしたことじゃない、はい、身なりっていうことで考えればね、はい、まあ、そこで多分僕も今後任を育てようとしているのかもしれないですね、次のビジョンとして。そうだね、そうだね、だから後任が、あ、育った任せられるっていうふうに思ったら、はい、また次の世界に行くのかもね、はい、うん、と思います。俺のチャンネルみたいになっちゃった、はい、いや、まあ第1回で第1回こんな感じです。あ、なるほどね、はいはい、僕もあんまりこう経営のお話とかあんまりこう社長さんとしたことはなかったので、すごい俺社長じゃないけどね。いや、まあまあ偉大な、いやいやいや、そんなことない、はい、偉大じゃないよ。大丈夫なんでさ、人より野球がちょっと上手かったいや言うだけだ。それで数字は出ないんで。いやでもね、はい、夢は与えたのかなって、はい、まあ、そうやって感じてくれてる人はいるのかなと思うけど、はい、やっぱ男としてさ、やっぱ一生トータル的に見ると、はい、やっぱそこだけは輝いてて、はい、他はやっぱ輝かないっていうのは、まあ、輝かないって言ったらなんかちゃんとしたまともな生き方ができないっていうのはちょっと違うかなと思って、男としてね、はい、だからやっぱそこはその時代は輝いたかもわからないけど、次の世界でどう生きるかっていうことも試されてるなっていうふうに思ってるから、だからまあたかが野球がちょっと上手かっただけの話なんだよ、うん、そのちょっとはね相当ないやでも、はい、21店舗、はい、お客さんにしたら相当な数がいると思うんだけど。そうですね、いやそれでもすごいことだと思うよ、世の中にそうやって人脈を広げていってるっていうのがさ、はい、やっぱり一人で生きていけないから、だからそういう人脈っていうのを大切にしながら仕事が成立してるっていうのはやっぱり人柄も必要だし、はい、やっぱり信用も必要だし、はい、だからそういう意味ではすごくすごいことだと思うよね。俺なんか誰が信用してくれるのっていうような話だよね。たくさんおられるんじゃないですか。いや、いるかもわからないけども、はい、数にしたらどのぐらい、どの程度いるのかなっていう、ただ知れてるよ。もうそんな言われたらね、僕みたいなもうめちゃめちゃちっちゃい人間に見える。いやいや、そんなことないよ俺はすごいなと思う。もうどんな起業家でも、はい、どんな小さい起業家でも、はい、やっぱ自分でやっぱやって一生懸命そこを成立させてるっていうのは、はい、それは大小じゃなくて、はい、すごいことだと思うよ、はい、やっぱパワーがいるし、はい、やっぱ失敗した時のことも考えるだろうし、たまにね。そうですね、うん、だから俺はすごいことだと思うよ。俺が偉そうに言っていいのかどうかわかんないけど、いえ、もう、ありがとうございます。俺もいろんな失敗を繰り返してきたからさだからやっぱこう、そうやって一つの仕事で、はい、まあ億単位みたいな、はい、そういう話が出るっていうのはすごいことだと思うよ、はい、ありがとうございます。いやいや、俺の番組じゃないですかそうですね、まあ、マグマ小松チャンネルではこういう形で今後いろいろな方にお話を聞いていきたいなと思っております。はい、はい、今日はじゃあ本当にいろんなお話、どんな話、まあ、豪快なお話で、子育ての話、はいはい、経営の話、はい、ね、すごい勉強になる。本当に勉強になった。めちゃくちゃ勉強になりました。本当に、はい、うん、それだったらよかったけど、はい、ありがとうございます。まあ、機会があったら、はい、スーツ作りにぜひ、ね、よろしくお願いします、はい、それでは今日はちょっと待って、はい、だいぶ負けてくれるんだろうね。もちろんそれはもうそこを確約しとかないとさ、はい、もう番組で言っちゃうから、おい、正規の値段で売られたんだよ。
僕でも一番嫌いな言葉は割引なんですよ。そうだよな、はい、うん、俺もそう思う。本当に誠心誠意で作ったものを割引っていうのは、はいはい、割引っていうのはないと思うわな、はい、そうですね、本当に。特に関西の方ってすごいね、なんかこう商売系がある、なんか絶対言うんですよ、うん、100% の確率で。そうだよね、はい、言って損はないって、言って損はないんですけど、なるほど、なんかそれを言うことによってこうなんか何かあんのかなみたいな、うん、まあ、僕も言っちゃうんですけど、まあ、確かに正当に作ってるものを割引っていうのはないよね、はい、そうですね、本当はね、はい、うん、それはもう最初から 上に乗せてるっていうことだもんね。そうなんですよ。そうだよね、はい、うん、分かりました。はい、お前は商売。今日はじゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。